漢字ネタの生みの親、オッチーです。私オッチーは一大決心をいたしました。僕はですね、今年の1月1日から本格的にね、 YouTuber として活動してきました。チャンネル登録者数は1月1日当時では大体153人といったところでしょうか。そこから今は244人まで増えました。本当にたくさんの方にご登録していただきました。皆さんありがとうございます。なんですけども、僕は目標としてね、今年中にチャンネル登録者数1000人という目標を立てました。達成まであと756人、あと756人の方に登録してもらわないといけないということです。いや、今から頑張って今年の12月31日までにあと756人登録していただくっていうのはすごい厳しいことです。すごい厳しい。でも何とかして達成させたい。まあ、例えば漢字ネタを投稿したりだとか、こういうお知らせの動画みたいなのを出したりとか、あとはね、渋谷の漢字企画、そういういろんな動画を投稿することで僕のチャンネルのね、登録者人数を増やしていきたい、その一心でございます。なんとかして1000人達成させたいということは、それなりの覚悟が必要だと思うんですよ。というわけで僕は決心いたしました。僕ウォッチーは今年の12月31日までにチャンネル登録者人数が1000人を達成できなかったら、坊主になります。やだやだ、坊主になりたくない。なんですけれども、いや、坊主になりたくないです。マジで坊主になりたくないです。なぜこんなこと言うのか、やっぱり YouTube の動画を投稿している以上はそれなりの覚悟を持たなければいけない。僕はそう思っています。だから頑張りに頑張りまくって YouTube 活動を続けて、なんとかして今年中に1000人というね、チャンネル登録者人数を達成させたいと僕は思っています。ですから、もしチャンネル登録者数が1000人を超えなかったら、僕本当に坊主になります。だからもう頑張ります。もうそれくらいの覚悟を持って今年はね、 YouTube 活動をね、頑張っていきたいと思っているので、皆さんよかったら僕オッチのことを応援よろしくお願いします。なんとしてでも漢字の良さを世界に広めていきたい。そして僕という人間がどういうものなのかということを世界に広げていきたい。僕はそう思っています。ですから皆さん、よかったら僕のことを応援していただけると嬉しいです。そして僕の動画をいつも見てくれている方、本当にありがとうございます。これからはね、僕オッチーは一 YouTuber として活動を続けていきますので頑張ります。よかったらこれからも応援のほどよろしくお願いいたします。では以上です。動画を見てくれてありがとうございました。オッチーがもしも坊主になったら、坊主頭のオッチーです。